立原水賢造工、渡辺火山筆個人像重要美術品、立原水賢文政6年3月4日は、江戸時代中期から後期の三戸藩士。学者として五代藩主、徳川宗本、六代、春森の二代にわたって使える。本生は平氏。家系は、日立平氏大城氏の一門、鹿島市の所流といい、鹿島生美紀の子、立原五郎九官を外する立原氏。 金は神五郎、意味川満、字は白字。郷は渦正人、父後に水犬と号する。父は水戸藩商工官官子立原蘭慶。着男は水戸藩氏で、南画家の立原安図書。孫には幕末の詩士立原牧次郎や慶州画家の立原春佐。子孫には、昭和初期の詩人、建築家、立原道蔵がいる。延長元年六月七日。 水戸城下の武熊にて生まれる。幼い折は、八田部東学に指示。法歴十年に、お牛空を外する古文字学派、田中光南が水戸を訪れた折に、市の東学と共にその門に入った。同十三年、光南が去った後、江戸商工官の書社長雇いに任ぜられた。江戸にては文章を、大内雄二、東院を、細井平州、書松平楽山に学んだ。 明和3年、編集員を命ぜられ、水戸市館に転じた。天命6年6月、商工館総裁に進み、以後に、今日は3年に知事するまで、大日本史の編纂に力を注ぎ、完成11年には、大日本史の起伝乗車本80巻を、大日本史編纂の異名を残した二大藩主、徳川光国の病に転じた。この間、 混乱の生じていた、商工官の増を整理、欠本となっていたものを補写する様に命じ、古器物などの治む前、三国以来の留書、書簡などが集積されたまま整理されていなかったため、これを補修製本した。これが、厚生往復書案、史官座通時期として、今日に伝わっているものの原本となっている。長く停滞していた、修士事業を軌道に乗せたことは、 水賢の大きな功績によるものであり、水賢の尽力により、後世のミト学が結実していったと言われている。また、水賢は、藩主事法の藩政にも参与し、天下の三大官について、老中の松平沙信に上書して、蝦夷地侵略等を警告した。完成五年、門人の木村賢治を正木に派遣し、実情を探らせたという。また、 大日本紙編さんの方針をめぐり、弟子の藤田裕国と対立を深めていたとも言われている。対立点としては、一点目としては、大日本史の題名であり、裕国は思考と主張し、水権が反対していた。二点目としては、大日本史の志表の継続、または廃止をめぐる対立で、水権は廃止、裕国は継続を主張した。 三点目としては、論算の是非であり、水権はか、誘国は、不可としたという。誘国との対立は、誘国が停止封じを藩に上書し、反省批判を行ったことで、不敬の罪を問われ免職となった折に、水権により破門されたことで表面化することとなった。これにより両者は絶好となった。今日は三年、高橋端室が、 大日本史の論算を削除すべきである旨を上書し、藤田裕国もこれに同調したことで、水県は知史を命ぜられ、徳川家康の自席研究を命ぜられ、弟子の小宮山楓えで県と共に、市で東大記を編纂したが、文政6年3月4日、同調の完成を見ずに亡くなったという、去年80、書が、天国、七言ごとにも引いで、著書として、西山異文、 コレクン文集、新安史館などがある。明治40年14位を追造された。森千蔵編、人物逸話辞典絵館、ありがとうございます。